マグネットは、ノルウェー・ベルゲン生まれのシンガーソングライター。父親の影響で6歳頃から音楽に目覚める。一家の周囲には、レゲエ、ニューウェーブそしてパンク好きが多く、彼自身も子供の頃は、ラスターハットをかぶって出歩いていた。芸名のマグネットとは、子供の頃貧血気味だったため、鉄を引きつけるマグネットの意がある。成長後はイギリスに渡り、いくつかのバンドで活動。 2000年10月10日、ファーストソロアルバムクワイエットスティルをノルウェーでリリースする。2003年にファーストアルバムの一部の曲を再収録したセカンドアルバムオン・ユア・サイドを日本、ノルウェー、イギリス、ドイツ、オーストラリア、アメリカでリリース。この年、東京と大阪で来日公演を行う。翌年1月、ノルウェー最大の音楽賞、スペルマン賞。 スペルマンプライズの最優秀男性アーティスト賞にノミネートされる。2005年3枚目のアルバムザ・ターニケットをノルウェー、イギリス、日本、オーストラリア、アメリカでリリース。2度目の来日。翌年1月スペルマン賞の最優秀男性アーティスト賞にノミネートされる。2007年4枚目のアルバムザ・シンプル・ライフをノルウェー、イギリス、アメリカでリリース。 ノルウェーで初めて1位を獲得する。翌年、スペルマン賞の最優秀男性アーティスト賞を受賞。この後は、ライブやノルウェー国内でのビッグイベントへの出演を中心に活動。その中には2011年、ノルディックスキー世界選手権開催中のオスロでの記念イベントやスカンジナビア航空機内38000フィートでのギネスブック挑戦イベントライブが含まれる。 2011年12月、4年ぶりにアルバム、フェロフルットをノルウェーでリリース。BMW ミニを冠スポンサーとした国内ツアーを精力的に行う。ありがとうございます。